ここからの時間は毎週サイコロを振って見に行く映画を決め映画を作った人が知っていることばかりをピンポイントで押さえていく方無差別映画評論コーナーザ・シネマ・ハスラーの時間です先週のサイコロで当てたのはこちらウルトラマンサーガー謎の侵略者に制圧された地球に3人のウルトラ戦士が集結若き最強戦士ウルトラマンゼロと偶然融合することになった主人公が子供たちを守るために立ち上がる主人公を演じるのはミュージシャンでタレントのダイゴ 伝説の英雄、ウルトラマンダ大名を鶴野武が、自、えーえー、愛の勇者、ウルトラマンコストモスを杉浦太陽がそれぞれ熱演。まあ、あのテレビシリーズからのあれでね、えー。また子供たちを守る地球防衛隊チーム U を、えー、秋元さやかや、えー、宮沢さや、えー、AKB48 のメンバーが挑戦しているということでございます。はい、えー、ウルトラマンサーガね、ウルトラマン映画当たったの久しぶりなんでね。はい、えー、メッセージの量なんですけども、あ、この、えー、とウルトラマンサーガ見たというリスナーの皆さんからのメール、えー、いただいておりますありがとうございます。 メッセージの量、えー、普段と比べて、まあ、普通かちょっと多めくらいってことです、はいまあ、じゃあ多めなんじゃないですかやっぱり、えー、っとでメッセージの傾向なんですけどね賛否両論しかも極端に分かれているということみたいです、えー、劇場で泣いた、ねえー、歌マンたちがかっこよかった、えー、主演の DAIGO や AKB の演技も良かった遠褒める人もいれば設定や状況キャラクターたちの置かれている環境が説明不足でよく分からないメッセージが安直 DAIGO の演技が下手すぎる えと結構な勢いでけなす人もいる、えー、褒めている人の多くは多少のあらは認めつつも制作者側の志の部分に号泣面といった感じでしょうか、えー、賛否どちらの人も AKB48 特に秋元才加さんの演技や存在感については褒めている意見が多かったということでございます、はいえー、ちょっと代表的なところをご紹介しましょうじゃあまず褒め,褒め方向、えー「名探偵カネマン」えー、<laughs> 結論ウルトラマンサーが最高 笑わせてくれて泣かさせてくれて絶望させてくれて燃えさせてくれるこの映画に何か足りないものがあるのでしょうかいやないかっこナッシン何でしょうかもう上がりすぎちゃって感じが伝わってきますねす今はこの映画をバカにするやつは俺がぶっ殺すお、うん、この映画をバカにするやつは死ぬべきといった心境ですと、えー、でまあ秋元才加さんのことを絶賛したりとかええー、かった部分みたいなのをねえー、いろいろ挙げていただいております目探偵金ネさんありがとうございます逆にじゃあえっと酷評系1個いきましょうかね 軽い豚とかか何もかもひどすぎる。子供向けの作品なら何をしても許されると思ったら大間違いです師匠も何度も言ってきているように子供向けと子供なましは違いますから何がひどいってまずは画面に映る人間全員の演技がどうしようもなくひどい、えー、あと物語がぐちゃぐちゃ、えー、そして何といっても思想的によろしくない気がしました、えー、ウルトラマンたちが人間を守る理由が昔からそういうもんだから、まあ、そういうセリフがありますね、えー、そんなんでいいんですか いねはい、ウルトラマンってそういう話なんですか、はい、この方ちなみに、えっとえー、そんなにウルトラマンは詳しくないという前提ウルトラマン弱者ですとは前提してますけどね、えー、そこそこ楽しみに行ったのにこれは本当に残念でしたというね非常に酷評型で、えー、一つ紹介させていただきましたもう一つ、えーっとえー、先ほどの要するに志の部分は認めつつもちょっと苦言を呈している方の、えーっとこれえー、ポカスケさん、ねえーっとですね、ちょっとこれすごく長いメールなのでちょっと要約とかはあれですけど要するに。あの えー、主要キャラクターの造形とかはできているのにそれを使いこなせず終わっているのが残念な気がしましたと。えー、でまあそのストーリー上の問題点をいろいろ指摘していただいてて、えー、今回敵対している、えー、バッド星人はひねりを加えていない明確な敵対相手なのでそれと対人する人間陣営の中から物語の推進エネルギーが生まれてくる、えー、もうそ,うやそういう作りにするしかないんだけど、えー、この集団内に葛藤が生まれそうで生まれてこない、えー、というね。 えことですちょっとだからそのあたりが弱いんじゃないかとい、えー、うな指摘はあったりもしますね、えー、なんだけど子供相手というようななめた姿勢は見られませんでしたむしろ誠実に潰れや精神を継承しようとしていると思います制作状況も含めて困難が予想されるウルトラシリーズですがその役割は大きいと思いますでまあ辛口な批評をしたのも、えー、今後もこのシリーズが続いていくことを願っているからには他なりませんというぽかすけさんこれあぽかすけさんの指摘はすごくあのあなるほどなあというふうに色を思わせる部分が多かったですえ他の皆さんのあのメールも全部あの目を通して、えー、おります、あのー 最初に全体の傾向僕の言いようとしていることの傾向の種明かしになっちゃいますけどあのすごい、国境をされているメールを読で軽くちょっとしょんぼりしたりしてという、ねうん、あまあそれはいやそういう、それはそういうところはそう,かもしいやそうなんですけどちょっと待ってみたいな、はいえー、感じですね。うん はい。私行ってまいりました。新宿ピカデリー。今回ね、3D ね、っていうのが売りなんだけど、これちょっと、ちょっと皆さんに最初謝っておきます。俺今回、今週ちょっと結構忙しくてですね、どうしても時間が合わず 2D 版を2回ということになってしまいました。3D。でね、明らかに 3D 用の演出も多めだし、あと、その、おそらくは普通の、例えばこう、人がこう、普通に会話してるような場面も 3D 前提の絵を作ってる。 と思われるので 3D ソフトが出たら必ずあの確認して例えば単行本などにあのちゃんとその、えー、当たりはさあの反映させていこうと思いますこっちちょっとこれは本当申し訳ございませんでした多分 3D で見た方がいいと思います。ということですね。はいうことで特に、ね、2度目昨日ですね金曜の夜はあのー、前にね、えっと、ウルトラマン1回目扱った時と比べてあのちゃんと子供が多かったんですよ。昨日、うん、結構 結構子供連れが多くて、うん、でその本来子供が見るものっていうね、えー、ところを意識しながらやっぱすごい見ることになってでそうすると結構今回のは割と緊張感が走る部分がある作品で。 子供が見ててるんんだ思思うとなんて思いましたあの行くと、ですねまずねちょっとこれ本編とは関係ないんですけど入り口映画館で小冊子がもらえるんですよウルトラコミックブックっ,つってうん、うん、でこれ開くとです、ね、おっっていうあの後ほどちょっと詳しくあの前に扱った「大怪獣バトル」の話のところで言いますけどあの内山守先生がねあの漫画館のね2011年12月に去年亡くなられてってでその内山先生の遺作 えー、漫画ウルト今回の映画のちょっとまあ何て言うんですかね「前日談」っていうんじゃないですけどそのええー、ともまあつながっていくような感じの「ウルトラマンゼロ」の主役の内山先生の「遺作」が。 ショーの小査士が入り口でグラブを食われるっていうね、もうここでちょっと若干上がっているっていうのがありましたけど、はい、えー、で、まあシネマハセラー的にその扱ったウルトラ映画、えー、というのはやっぱ2009年12月19日に、えー、イングレスバスターズと日本立てで扱ったやつですね、はい、えー、年末で駆け込みでいっぱいやっちゃおうってやつで、うんえー、大怪獣バトルウルトラ伝説ザムービー,、えー、まああれをやって以来ということで。 今にして思えばあの大怪獣バトルウルトラ伝説さムービーやっぱあれはウルトラシリーズによってかなり重要結構な重要作でしたねやっぱねあのー、あやっといてすごく要するにあの 大怪獣バトルのタイミングでやっといてよかったってつくづく、あのー、思う次第ですね、あのー。ちなみにその年の、えっと、2009年度のランキングだと 58, 何作,中の27 58作中から27位。うん、ちょっと順位的には微妙に見えるかもしれませんけど、僕はあの中身としては結構評価もしたという、えー、つもりでおりますと。えーでまあどう 結構な重要作っていうね。えー、ちょっとまず、あのー、どんなその作品だったか、大怪獣バトル、ウルトラ伝説、えー、ザ・ムービーは、えー、おさらいしとくとですね、ざっくり。その前の、 えと劇場版のウルトラ、えー、大決戦超ウルトラ8兄弟っていうのがある種すごくそのものすごい究極的なメタ視点で作られてる映画で要はシリーズ総括みたいのそっちでもう前作でやってるとそれゆえに、えー、大怪獣バトルウルトラ伝説ウルトラ銀河伝説ごめんなさいウルトラ銀河伝説ザ・ムービーはウルトラ映画シリーズの完全仕切り直しっていうタイミングだったわけですねでどういうことかっていうとあのー、オールグリーンバックで えー、CG とか、あとワイヤーアクションなどを駆使して、まあ、要はその今までのウルトラマンシリーズの見せ方と全く違う見せ方っていうのを試みて、で、それで何をやろうとしてるかっていうと、先ほど言いました、あの、内山守先生の漫画の的な、ザ・ウルトラマンっていうね、漫画シリーズがあったりとかで、内山守漫画、ザ・ウルトラマン的な、 うちは魔物先生は自身もメオ出演してるんですけど要はスペースオペラ路線ってことですねもっとはっきり言っちゃえばスター・ウォーズ的なウルトラマンスター・ウォーズっぽいウルトラマンみたいな感じですはい、まあ、ちょっとそこにまたリチャード・ドナー・バンスー・パーマン的なテイストも入っているみたいな感じでしたであのー、ですねその例えばそのオールグリーンバックで CG 駆使してうんぬんがそのやりたいこととそのバジェットとか技術のギャップがすごく見えちゃってあちゃーっと感じるところも多々あるんだけど そこも、まあ、いっぱい指摘しましたが今にして思えばそれよりもやっぱりその、あのー、新しいウルトラシリーズのスタイルを作ろうとしたという部分の方がやっぱり重要だよなとあの非常に意欲臭くな間違いないという感じだと思いますあと,、えー、と、この大怪獣バトルウルトラ銀河伝説「ザムービーに関して言えばあの音楽が、ね、すごい良かったあのジョンもろにジョン・ウィリアムス風の感じを再現しているマイケル・バーターさんの音楽がすごく良かったというのもあって。はい でですねこれをあの作った監督の坂本浩一さんという方元はニュージーランドでパワーレンジャーシリーズとかを撮っていた、えー、方が、まあ、その後ね、ね要は仮面ライダーの監督もやるという、えー、要するに日本の特撮ヒーローものを信じたよう担う人材と本当になっていったとっいうことですね特にその、えー、2010年度のシネマハスラランキングの10位に入れさせていただきました「仮面ライダーダブルフォーエバー A2Z 運命のガイアメモリ」というねこれはもうかけねなしに特撮ヒーロー史に残る大傑作と言っていいと思うんですけどを、まあ、後にも 作るというね、だからやっぱりそ,うその人のなんていうんですかね、あのー、日本に帰ってきての劇場版一作ということでやっぱり、あのー『ウルトラ銀河伝説』は本当に扱っておいてよかったなというふうに、えー、思いますと,で、えー、っとその銀河伝説『ザムービーのスペースオペラ路線を一応こうそのまま引き継いだのが、えー、っと2010年の『ウルトラマンゼロ・ザ・ムービー』えー。 超決戦、ベリアル銀河、ベリアル銀河帝国という、はい、のがありました。これは、えっ、ー、と、結局サイコロが当たらなかったんですね。はい、えー、でありましたと。で、こっちは、えっ、ー、と、どっちかっていうとですね、あの、ウルトラシリーズってより、それこそミラーマンとか、ファイヤーマンとか、ジャンボーグエース、的な、 ものを要するに要するにそのミラーマンやファイヤーマンやジャンボーグエースをまあ現代版かつこの物語世界のように大幅アレンジしたようなキャラまでがドサドサ出てくるって要はそのウルトラシリーズってよりはつぶらや特撮ヒーロー、えー、リニューアル祭りみたいな感じの内容になってましたねはい、えー、ということですまあちょっと正直映画としての出来はその前のウルトラギン河伝説よりちょっと散漫な感じになっちゃったかな感もありましたけどでもまああのワショイワショイで。 あの楽しい映画でもありましたと。でちなみにそのえっと、ええー、超決戦ベリアル銀河帝国の前日端的なオリジナル D. V. D.。 えー『ウルトラマンゼロ対ダーク』対、えー『ダークロップスゼロ、えー』を監督したのが今回の『ウルトラマンサーガー』の岡秀樹監督ということです、はいえー、今ねその要はあのー、現行の『ウルトラマン』シリーズ前のえっと要は『銀河で』ウルトラ銀もうややこしいんだタイトルが <laughs> 最初にシネマスタで扱った『ウルトラ銀河伝説』からの『のウルトラマンネオ』の流れが今はその続いているということですね、えーはいえー、であのさっき言ったオリジナル DVD とか、あのー、割と男児向け雑誌『あのテレビくん』とかテレビマガジンとかについているフロッ DVD とかでの展開が結構多かったりするっていう、<ー>あとは、えー、と今やってるウルトラマン列伝っていう、そこに紹介役みたいな感じで、まあ、ゼロが出てくるみたいな、そんな感じですかね。というような流れがありましたというのが、まあ、今回のウルトラマンサーガーに至るまでの、まあ、ざっくりとしておさらいでございますと。 えー、ずっとこう、まあ、ウルトラ・銀河伝説・ザ・ムービーから来たゼロ時代の流れっていうのを一応その、まあ、引き継いではいるんだけど久々に人間が主体の話、えー、人間が主体で地球上で、えー、展開される話、まあ、ちょっとパラレルワールドの地球であるけど地球上の話とさらに言えば、えーまあ、昨年のね3月11日の東日本大震災以降、まあ、どういうヒーローものを作るべきかっていう問題意識のもとで。 もうどう見ても明らかに作られた作品となっているとだから、あのー、ここのとこつ2作続いた完全ファンタジー SF 的世界観みたいなものとはあのー、はっきり一線を隠しているという、えー、ことになっておりますとこれはまあ,あの脚本の長谷川敬一さんという方この方のウルトラシリーズだけじゃなくて仮面「仮面ライダー」のダブルとかもいろいろやられたりしてる方ですけどのなんかそのシリアステイストっていうのが強く出てる感じなのかなと。 え、思います。ただまあ、知り出すって言うけど、一方では、まあ、もともとあの、ウルトラマンゼロっていうキャラクター自体が、ちょっとこう、軽めのキャラクターなので、えー、まあ、その、大悟が出てきて一体化するってことで、まあ、特に前半はコメディー色が強かったりもする。で、そこに拒否反応を激しく示す人がいるのも、もう、とてもわかりますという。まあ、これは詳しくはちょっと後で言いますけど、はい。で、えー、今までの過去2作とちょっと一線を隠す作りだって言いましたけど、えー、もう一つ一線をはっきり隠してる点があって、さっき言った前2作の完全 CG 路線、 グリーンバックで完全 CG 路線みたいなのをちょっとやめていった。えー、まあもう本当に素晴らしく成功な街のミニチュアセットだとか、まあアナログな操演技術みたいな、まあ要するにその昔ながらの日本の特撮の手法っていうのをまあある程度復活させて、それと、まあもちろん CG も使って、その昔ながらの日本特撮手法と CG をうまく組み合わせて、要は新時代の、えー、ウルトラマンシリーズ、もしくは日本特撮のルックスというかスタイルみたいなものを改めて模索しようとしているみたいな感じなんじゃないでしょうか。はい 特技、えー、監督の三池敏夫さんという方だね、まああのえー、平成ガメラ三部作とかの美術とかもと、うんまあ、だからもうミニチュアはすごいなそりゃあそ,そうですかって感じですよね、うん、あの映画秘宝の4月号にこの三池さんの詳しいインタビューがものすごい面白いインタビュー載ってるんでこれ読むといいと思いますよ、はいえー、でまあ,あのそんな感じの、えー、サーガはまあこう前提があるとで開幕早々、えーまあ、今回 AKB が参加していると まあ、特にそのまあやっぱ秋元才加さんですねを中心とした AKB メンバーがあの、まあ、ユーローダーって呼ばれる機械劇中ではまあはっきり言っちゃえばザ・ブングルのウォーカーマシン風というか、うん、それを実写版というにしたものってことでまあガンヘッド風っていうか、はい、とにかく80年代にすごく流行ったような感じの歩行マシンに乗って無人化した世界で AKB メンバーが怪獣と対峙つ,つつサバイブしているんですよっていう様子がまあ描かれるんですけどまずその俺開幕シーンが僕はおっ 会会長長ままず会長っていいう,うに思いましたね何しろあのね男前秋元沙也加さんね男前ですねのハマっていることもう秋元沙也加の最良の使い方じゃないですかこれは、うん、あえて欲を言えば彼女自身のアクションももっと見たかったぐらいなね結構いい体してるわけだから筋肉とか、うんうん、だけどまあ,あのすごく彼女にはハマってる現役トップアイドルがこの役をちゃんとやっているっていうのがすごく僕はもう。 もう結構いいじゃん嬉しいねなんて思って見てましたであのー、さっき言ったそのウォーカーマシン風のユーローダーっていうのねその歩行マシンの見,見え方も見せ方もなんかその CG がねまあ 意図した部分なのかかどうかちょっとぎくしゃくして見えるんだけどそれがむしろ逆に往年の特撮っぽいっていうかもっと言えばあのフィルティペットとかのストップモーションアニメ風というか例えばさその、えー、とガシャーンってこう、えー、ローダーが壊れちゃってあの片足だけがこう動いててこう、うん、ギコギコギコって動けないこうすごく不器用に動いてる感じあれロボコップのねあれなんだっけ?「ED なんとか」ってロボコップと対峙するさフィルティペットがストップモーションでやってるあいつの動きっぽい感じで。 もういいじゃんみたいな。ぽっぽいぽいみたいな。うん。で、それがそのギクシャクした、その、なんていうの、往年の特撮っぽいギクシャク感、そのストップモーションっぽいギクシャク感が、なんかその、ミニチュアベースの今回の、で作られた世界観とすごいマッチしてるなと思って、いいわけです。だからこの、あの、チームユーンのところの、その出だしのところで、要はこの、ウォーカーマシーンに乗った少女たちが、その、まあ、崩壊した後の世界で生き残っていく話。 でもいいよ俺はなんならなんならこの話が続いてもいいよとか思いながらこう見ているぐらいの感じです。でそこにまあ怪獣が来て、えー、その怪獣がね実は真下にいたなんてねあの辺りもいいですよね。はい。であのー、ウルトラマンダイナが現れるわけですけどそこであのー、要はこの世界ではこれ今回、まあ、ちょっとあと言いますけどパラレルワールドの僕はちなみにパラレルワールド禁止って言いましたけど、まあ、ぶっちゃけパラレルワールド設定ゆえのもやもやはあるんだが まあいいですよちょっとそれが後で話しますからこの AKB の人たちがこう活躍しているこの世界ではウルトラマンはまだいない初めて見るわけですだからウルトラマンダイナが登場する時に例えばビルの一室から足足だけが見えるとか要するにこの世界では初めてこの人が登場して人間はそれを初めて見るんですよっていう演出手順をちゃんと踏んでいるっていうはいみたいなところも含めてあのー、まあすごいいいじゃん序盤グッと上がるわけですよ で,ねまあ、でもとはいえ、まあ、今言いましたそのパラレルワールド設定みたいなのがいっぱいあるわけです、いろんなその過去のウルトラマンから続いている話とかも平行世界ですよっていうあれでしかもあんまり説明もなくポンポンポンと出されるのでぶっちゃけ、例えばそれこそウルトラマンダイナを最終回までちゃんと見ていない人は何の話とかあれ、人はいないんじゃなかったのとか序盤は特にかなり混乱するというのは事実だとは思いますがと。はい でね、えー、なんですけど、まあ、その例えばこの大人がいなくなった世界っていうところで、まあ、AKB とかその少年少女の、まあ、ちっちゃい子が生きてるわけですよとかあとその大悟演じる主人公の大河君っていうのが、まあ、持っているトラウマっていうのにしろ要はこれはその、ねまあ、明らかに東日本大震災後を生きる子どもたちっていうののメタファーなわけですよ。はい、なので。あのーまあ、そここに持っていくためのこう パラレルワールド設定っていうことだと思うんですけど、あのー、ちょっとこれ話が飛んでしまいますけどねその、まあ、震災のメタファーだっていうことで言うとあのエンドロールが終わった後にあのに地球がこうパッと映ってそこからカメラがグーッと地球に寄ってくわけですこれ普通映画のエンディングで地球を映す時ってヒーローものとかで離れてくよね普通は地球の全貌を映してバーンじゃないですかでもえなんで寄るのって思うんだよねやっぱ普通は離れるよと思ってでと寄ってくそうするとそれがだんだん日本でえしかも日本に寄ってくどういうこと で日本列島のどこによって終わるかっていうのを見ればあこの映画が、まあ、そのに作り手が込めたメッセージっていうのがまあ一目瞭然っていうことになると思うんですけどで、ね、例えばその、えー、主人公の大河が、まあ、実は両親を失っているとウルトラマンは全てを救えるわけじゃないじゃないかっ,つってると両親をまずお父さん、お母さんって廃墟の中で泣き叫ぶ子供、うん、これを子供が今見ているって思うと僕はちょっと若干緊張が走ったりしたんですけど、うん、ただある意味、結構踏み込んだ。 描写すするなっって思ったわけですよ、うん、子供が要するに親が死んじゃったって子供を描くわけですから、うん、で,、えーでまあ、そこでトラウマがその主人公がよみがえっちゃってもう大人になってしかも自分はすでにウルトラマンになりうる能力を持ってるのにトラウマがよみがえっちゃって絶叫するんですよね「うん、助けて!」っつって「ウルトラマン助けて!」ってこう泣き叫ぶっていう,う本当に切実に心から要はそのヒーローがいるならば今すぐ助けてほしいっていう心の叫びと。うん、でもそれは 当然報われることは普通ないっていうこの絶望っていうか、うん、でこれねそのオ金少なス中日本が住む我々がまあ3・1・1以降感じたものにまあ重なるような場面じゃないですかでここでねそのはっきり言って皆さんねボロカス言う人もいましたよその大五の演技まあわかりますそのいっていうのは大五はうまくないっていうか大五なんですよ <laughs> もあのウィッシュとかやってるし <laughs> でそういうとこにカチンと来るとかあのー、なんか笑えねえよって思う人はいっぱいいると思うんだけど あ,のそのあんまり器用じゃない感じっていうのが例えばここでの叫びの切実さみたいな僕はねこの叫びのとこの大悟は間違いなく大悟の良さだって思いましたけどねつまりそのあこいつ弱いっていうのが本当にもろに出るっていうか、はいあのー、すごく僕はここいいなと思いましたけど大悟ね大悟の意味があるなとで,、えー、でそのね俺はこれが本当の俺なんだよっていう、えー、己の弱さ不甲斐なさにガンとこうその向かいにあるこう鉄、ね、何かを殴るそうするとその殴った先に髪があって。 そこから、えー、AKB 演じる、まあ、地球防衛隊っていうんですけど、うん、そもそも少女がなんで地球防衛隊なんだねに不自然な設定なんですけど、うん、実はそれはと、えー、いうね。要はここからさらに ヒー,ローヒーロー論に入ってヒーロー論の核心にどんどん入っていくと要は「俺はヒーローになる資格がないガン!」ってなった先からまた次のヒーロー論の次のフェーズに行くっていうなんかそういう話し運びの流れもうまいなというふうになかなかうまいじゃないのみたいな思うところもあるしあとまあ僕はやっぱいいなとうまいなって気に思ったのはやっぱクライマックスでえー、っとこれね「あのウルトラ銀河伝説ザムービー前シネマスターでやったやつとかあとその次の「ベリアル銀河帝国」も実はこの。 えー、この要素が入ってるんだけど、あのー、要はさ単なる強さのインフレになりがちなわけですよピカーッドカーンってねそりゃあさピカーッドカーンって何か知らねえけど強いんだよこのパターン多いんですよ日本の,そのアニメとか特撮はやっぱし昔から。なんだけどこのうんと特にその「銀河伝説ザムービー、えー、以降の,その映画3作は3本とも、あのー、もちろんそのインフレもしてるんだけど肝心なところでちゃんと。 なぜ勝ててたかのワンロジックを入れてくれく、ね、うん,うんだからちゃんとしてるんですよやっぱそこはすごく、うん、そこだけは毎回ちゃんと入れてくるんでたとにかく意図的だと思うんですけどでしかも今回はそれが要はその特権的な力を持つものっていうのがヒーローなんじゃないよとだけがヒーローなんじゃないよと人のためにやれることをやろうとするものっていうのがヒーローなんだよっていうテーマがあるわけですで、えー、例えばそのウルトラマンのとか怪獣の圧倒的な力を前に これれはだから言ってみれば災害とか自然のね災害みたいなもののメタファーと言ってもいいでしょううんなんとなく原発事故もねいいですよ無力に見える人間たちもまた何んんかやれることがあるっていうようなね、はい。というテーマと完全に一致した展開になっててて、ね、私たちはあなたたちウルトラマンの力を信じるだから今度は私たちを信じてと言ってある展開に入ってそうするとこうずっと前から信じていたよっていうね。 ここ僕、すごくいい。いいな、このセリフみたいなの思いますし、えー、ね、で、それ、戦ってるのが、まあ、ハイパーゼットンというさ、うん、まあ、ゼットンなわけじゃないですか。うん、初代ゼットンも倒したのも、結局人間の H だったわけですからね。これ、いいです。いろんなことが一致してるわけですよ。うん、しかも、それが、伏線回収にもなってる、見事にっていうね。個人的には、あの、アポカリプトのクライマックスの伏線回収を思い出しました、ね。なるほど。俺、俺好きなやつ。<laughs> あ、俺好きなやつって思いましたけどね。<laughs> はい。 えー、最高じゃないですかっていう風にね思いますけど僕はねはいあのー、まあそこに至るそのゼットン対、えー、ゼ対ゼットン戦、うん、あのこのねハイパーゼットのデザインも僕まあいろいろなんか文句言ってる人いましたけど僕はあの羊体のデザインちょっとあのガメラ2のレギオン風のデザイン全然なんかいいんじゃないっていうか思いましたけどね、うんはい、強そうみたいなねあの逆にあの さらに人間型になってね、なんかちょっと煙人みたいな顔みたいになった時に、うん、なんか言われてたけど、なんか迫力減ってないかっていう、<ー> <laughs> ちょっと若干思ったりもしたけど、でもその対ゼットン戦でね、その岩場のところから紫外線っていうところに、特に紫外線に行ってからのカメラワークがものすごい縦横無尽なわけですよ。うん、もう、あのー、その見せ方とかもウルトラシリーズを何かこう、ネクストレベルに生かせようという,こう意欲に溢れて,てですね、うん、あの、すごいいいなというふうに、力が入るなと思って見てたわけですね。はい。で、 まあ人によっては非常に評判が悪い前半のコメディタッチ部分もあの僕は本来はウルトラマンをなんかおどけさせたりするのは CM とかでもありますよね俺ああいうのも全部否定派なんですよねああいうことやらせるべきじゃないって常々もう言ってるぐらいなんですけど「ゼロはね ゼロのキャラならありなならんじゃないっていうゼロって結局そのいわゆる単細胞やんちゃキャラみたいなさ、うんまあ、孫悟空ですよね、うん、孫悟空キャラじゃないですか、うんうん、でもともと軽いからゼロは、うん、だからその軽いゼロが俺はあんまり好きじゃねえとかもあるんだけどゼロならありじゃねっていう例えばほらあの中途半端なサイズでしか変身できなかったみたいな、はい、でなんかあの横の窓にさ子供たちがいて「<laughs> おお!」ってこう驚くとかなんか僕は出ている人たちが。 ちゃんとおどけに走らないっていうかその演技としてのやりすぎにならない範囲ですんなり笑わせてくれてる方だと思いますっていう、はいえー、感じですただね、はいまあ、その皆さんがおっしゃるような要所要所の不満っていうのはそれは分か,かりますよ感じるとこいっぱいありますよ例えばさっき言ったパラレルワールド設定のやっぱりあまりにも飲み込みづらさですよねどういうことっていうのもあるしどういうことっていう意味では 全般にこの今回の「悪側バッド星人」とかの,そのなんていう例えばやろうとしてることとか言ってることみたいのがなんか漠然としすぎててなんか非常に結果として存在感が薄いわけですよなんかその大人ったって人をさらってとか言うんだけどでも絶望と恐怖うんぬんってじゃあ人多い方がよくねみたいな,となんかあのとにかく何か何がやりたいんだお前はみたいな感じがやっぱ確かにもう否めない。ってこことは全体にそこが 引っかかっちゃう人はだってこいつが言ってることよくわかんないしって思っちゃうかもしれないけどただこれちょっとあの僕はちょっと忖度するならば、えー、このね悪役側の存在感の薄さ要は震災とかのメタファーを描くというそのメインの意図に,に対してそういうなんていうんですかねキャラクター的な側のキャラクター側の悪をこれ以上立たせるとそのぼやけるっていうか、うん、だってこいつが悪いんじゃんっていう話になっちゃうからなんかそこは ぼやかしたかかったんじゃなないいのかなとと、えー、うことだと思いますだでもねだったら先ほどのやっぱり指摘にもあったとおりあの人間ドラマ部分をもうちょっとこううまく、えー、例えばその先輩ウルトラマンとその今回の大河、えー、君との、ねあのー、本来だったらぶつかり合ったっておかしくなかろうに、うん、なんかそういうとこがなんかやんわりと特に飛鳥なんか成人みたいな描かれ方してられてるから、うんうん、なんかそういうところで人間ドラマが。 う,んうまく回せてない感じあとはやっぱ演技力問題とかもあって、うん、わ否めないい <laughs> いろいろある、うん、あとうんあとそうだな例えばその喋れなくなっちゃったっていう子供の下りに来ると,となんかやっぱテンポが悪いですよねっていうかさあの年なら字は書けるんだからさ <laughs> コミュニケーション取れやとかさなんかあのこう振り切って掘る泣く、うんうん でもう一回掘り出す止められる振り切って掘るってな、うん、なんんかかそのさ、うん、なんか同じことなんかうわーイライラするみたいなね、うん、ありますよね、その辺のなんか鈍重な感じとかもありますが僕はやっぱり一番ねちょっとあこれはちょっとはっきり残念かなと思ったのはさっき、下着もありましたねあの要はバッド星人がなぜ人間なんてもう守るんだとつまらない生き物じゃないかっていうのに対してあこれはきっとねグッとくるセリフで。 がっつり返してくれんだろうとちょっとそのセリフ早くねえかとか思ったけど返してくれんだろうと思ったらそれ,がそれに対してゼロがね理由なんかないよずっと昔からそうしてきたそれだけのことだいやそれちゃんとした理屈で答えないんだったらこのやり取り自体いらないだろうかなりがっかりしたけどねあれねなんかあの一応例えばさっきの、えー、後半では人間との信頼 いうかね、そういうようなところもあったりするだけになんでここでこんな雑な受け答えをしかも結構手前の段階でこんな大事な話をしかも雑にやってしまうのかこれは大変疑問な部分ではありました僕はここはあのかなりガクッときたとこではありました、えー、あとは例えばそのウルトラ兄弟、ね、かつてのセブンとかさ、えー、ハヤタとか何でもいいですけどそのウルトラ兄弟が、まあ、登場するというくだりも、あのー、これあの 要は、映画内ではその後回収されないわけですね。これがどういうことかっていうと、今放送中のさっき言ったウルトラマン列伝っていうの,の,の中の特番で、あの、28日にやった特番でそのスピンオフ分の話をやったってことなんですよ。そっちで回収しましたっていうことなんだけど、いや、映画内でもちゃんと回収しようよ、それは。うん、それは、そういう作りはおじさん好きじゃないな、っていう感じですね。あと、 その3月28日の放送、録画し損なっちゃって、録画失敗しちゃってて、ちょっと、ちょっと自分に腹が立っている件っていうのもあって、<laughs> 僕、そういうのは好きじゃないな <laughs>、えー、みたいなのもありますね。ね、ということで、これ、あのね、要するに賛否がぱっくり分かれるっていうのは、要するに単純に、あの、どこの部分を、 見てどこを評価するかみたいなところ要するに見てるところはみんな同じだし多分だめだっていうところも同じだと思うんですよ。はい、でいいっていうところも大体同じでつまりどっちをどの分量評価するかっていうもう単純にスタンスの違いっていうだけがあの多分評価をここまで極端に分けるんだと思うんですけど、はいあのー、僕自身はやっぱりその先ほどのやっぱ志の方を買って見てるとやっぱその,その部分に関してはうまくいってるしよくできてるしちゃんとしているから、うんあのー、なんていうんですかね ダメなななとこも目をつぶってやりたくなる的なああ甘いよそれは <laughs> いやだからそのいいなと思う部分に関してはやっぱそういう部分はあったかなという感じですね、うん、僕はあのあのものすごく好感を持ったしぶっちゃけ2度目はタオルを用意していったぐらい。<laughs> 泣いいてましたととうことなので、えー、僕個人的には、あの、大変おすすめです。てか、みんのぜひ見ていただきたいというかね、先ほど言いましたけど、ウルトラシリーズ、この調子で、あの、続いていただきたいということも含めて、はい、えー、あの、仮面ライダーシリーズにかなり水をあけられてるらしいので、ね、行っていただきたいし、うん、あのー、僕が見れてない 3D ぜひちょっと皆さんね、見ていくといいんじゃないでしょうかという意味でおすすめでございます。